さあ始まりました2024年、というわけでね、皆様明けましておめでとうございます。今年もねよろしくお願いいたします。今回ね2024年の一発目の通常動画ということになります。一応ね本日、2024年の、1月1日時刻は13時45分でございます。 今現在ね2024年の1月1日でもう1時45分なわけなんですけども、今日はね一応ねすでにライブ配信をやりました。午前中にライブ配信をやりましてですね、その中でまあ飲み食いライブをねやりましてですね、今ちょっとね酔っ払ってるところではあるんですよ。酔っ払っちゃいましてですね、そのライブ配信の中でねいろいろと飲み食いをしたわけでして、でまあ一応11時半ぐらいには終わったんですけども、その後なんかぼーっとね、まあ、寝たっていうかなんでしょうか、ゴロゴロしてですね、でどうにもこうにも目が覚めないので一旦ねあのシャワー入って今出てきて、でこれを撮り始めておりますというところでございます。いやあのねライブ配信にね参加してくださった皆様ありがとうございました。そしてねあのライブ配信まあまあ参加できない方もね当然たくさんいらっしゃるかなと思います。この新年早々ねあの皆様忙しいところでですね、まあ初詣に出かけたりとかねお出かけされてる方もねたくさんいらっしゃるかなと思いますのでね、まあいろんな方ねいらっしゃるかなと思うんですけれども、今後ともねよろしくお願いいたします。今年もね2024年頑張ってね YouTube 活動やっていく所存でございます。というわけでライブ配信の中でも言ったんですけども、今からね初詣に行きたいなと思っております。正直ねちょっと今眠くてねゆっくり寝たいなという気持ちもあるんですけども、まあやっぱりねせっかくこのアルバイト、最近ね僕アルバイト生活してるんですけども、4連休なんですよ4連休で、まあアルバイト生活してるとねなかなか YouTube 活動にねこう本腰を入れることができなくて、合間を見ながらね YouTube 活動してるわけなんですけれども、せっかくの4連休一生懸命ね YouTube 活動したいなという思いがありますのでね、ちょっと全力でね何かしら YouTube 活動に取り込んでいきたいなと思っているわけでして、まあせっかくねこの元旦ですね2024年1月1日初詣にね行きたいなと思うわけです。ちなみにこの話ねもう何度もしてるんですけども、去年のね初詣約1年前ですよ、1年前の初詣の時にはですね僕おみくじで今日を引いてるわけです。今日で、まあ、今日ってねなかなか珍しいんですけども、まあ神社によってはね今日がもう結構その出やすい神社とかもあるらしいんですけども、世間一般的には多分ね今日引くってなかなかないかなと思うんですよ。でまあ去年1年はねその今日を引いた1年として過ごしたわけなんですけども、今年はねリベンジしたいというわけで、去年と同じね神社に行こうかなと思います。あの平岡神社、大阪のね、平岡神社にね行きたいなと思っております。さあどうなるんでしょうか。それでは行ってみましょう。去年もねそうそう、あの結構ね駅からね、その神社結構駅から遠くてなんか歩いたんですけども、もうちょっとね近いあの電車の駅もあったので、あの今年はね去年の、反省点も踏まえてね最寄りの駅までねちゃんと電車で行きたいなと思います。Thank you.
さあというわけで到着いたしました平岡神社。それではね、去年のリベンジ、ねやってみたいなと思います。ここの回転焼き屋さんめちゃくちゃ人並んでる、人気ですね。美味しいんでしょうか。めっちゃええ匂いしてるけどね、結構人並んでますね。初詣というよりもやっぱり皆さんね、美味しいものが食べたいっていう欲求もね結構ありますよね。それにしてもね、結構すごい人がたくさんいらっしゃいますね。こんな感じ、こんな感じで、そういえば去年もこんな感じでしたね。めちゃめちゃ人いっぱいいます。これ並んでんのかな、これさあ。結局ね、あのズビズビ行きたかったんですけども、みんなねちゃんと並んでるみたいだったので、僕もねなんやかんや並びましてですね、なんとかお参りをすることができました。ちゃんとね五円玉を投げて、今年ねチャンネル登録5000人行きますようにとお願いをすることができました。というわけでいよいよあれですね、リベンジおみくじ行きたいなと思います。おみくじの前にね、ちょっと平岡公園寄ってみようかなと思います。梅林があるんですよね。梅林が、あの梅の林ですね。まあ、梅の林といってもね、また結構その若いので咲き乱れてという感じではないんですけども、あの小型のね梅の木がたくさん、植えられているところ、こんな感じ。はい、平岡公園やってまいりました。何回か来てて、まあ多分3回目だと思うんですけども、このチャンネルでもね、あの動画には上がってるのかなと思うんですけれども、こんな感じ、なんとなくねええ感じの公園かなと思っております。これがね梅林なんですよね。梅林まあ林っていう感じじゃないんですよね。ちっちゃいね海の木がたくさんあって、まあこれがねいつしか大きく育っていくことでしょうという感じでございます。いい感じでしょう、なんとなく。まだちょっと早いんですけどね、あとどうでしょうか、2ヶ月もすればね、いい感じの梅の花がね出てくるんじゃないかなという感じで、また来たいですよね。これは桜かな、なんでしょうか。いやー、のんびりできるよな。そして逆の景色はこんな感じ。ちょっとね高いところにあるんですよね、この辺は。なのでね、大阪の街を一望することができます。ええ感じや。いや、のんびりね日向ぼっこしましてですね、いいよいいよ、おみくじリベンジ行きたいなと思います。さあどうなるんかな。今日じゃなければいいんでね、まあ今日引く確率かなり低いと思うから、去年よりいいことは間違いないはず。よっしゃー、おみくじゲットしました。それではね早速開けてやろうかなと思います。どうこれ、どうでしょう。これ緊張すんな、これさすがに。よいしょ、お、はい、来ました。基地かな、これ基地、何基地、普通の基地、これよく見えないんですけど、はい、え、何基地これ。あー、まあ、多分普通の基地ですね。これ台が消えてしまったとかじゃないですよね、普通の基地かなと思います。よしよしよし、ワンランクアップということで、今日から基地となりました。いいんじゃない、とりあえず。はい、今年は基地です、ありがとうございます。はい、無事にね初詣終わりました。一応ねおみくじの結果としては基地でしたね。基地の下には一応小基地があって、その下に今日があるらしいんで、一応去年からは2ランクアップという感じですね、結果的には。いやー、よかったよかった。さ
さあ今年はねどんな感じとなるんでしょうね。一応ねおみくじの内容としてはまあ頑張んなさいよと、頑張ったら頑張った分だけね結果が出るはずだから、そういう感じの内容でございました。何もね行動を起こさなければ何も起こらんよと、だから何かしらね頑張んなさいよと、そんな感じなんでね、まあ引き続きね今年もね頑張っていきたいなと改めて思った所存でございます。去年の占いはねもうマジで最悪で、何もやるなと、やることなすことうまくいかへんぞみたいな、そういう感じだったんで、まあ全然違いますよね。まあちょっともう頑張ればね、頑張った分だけ良くなるよということなのでね、頑張ってまいりたいなと思います。はい、というわけでね今回の動画この辺で終わろうと思います。いかがだったでしょうか。今年もねいよいよ2024年始まりました。1年前もねこうやって動画撮ってたんですけども、1年後の僕がねこんな風になっているとはもう全くね想像していませんでした。本当にねこうどん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 変わっていってるなという感じがします。この1年もね僕にとってどういう風にね動いていくのかってことがもう全く分かりませんが、まあおみくじにもあったようにね一生懸命頑張ってね今年は前に向いて、活動していきたいなと思います。まあ去年も頑張ってたんですけども、今年の方がねどうやら運気がいいみたいなので期待したいですね。この1年どうなるのか、まあこんな感じでねこのチャンネルでは僕の日常の動画をいろいろと上げております。もともとはね僕ドイツに住んでたんでドイツの動画を上げていました。そして3年ぐらい前になるんですけれども、ドイツから日本に戻りましてですね、ニートになってねニートの動画を上げてました。その次は大阪で無職になって無職の動画を上げてて、最近はフリーターですね、アルバイト生活の日常を上げておりますのでね、こんな僕のチャンネルなんですけども、このチャンネルの続きがね気になる方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。